えたい、あなたのそばにいられることがこんなにも愛おしいと伝えたい、あなたに言葉より深く、ただ喜びを送りたい。君がくれた夏、その奇跡僕は忘れない。溢れそうな想い、あの勇気に隠してそばい、そばい、そばい、気づいていた。いつか会える日まで、風に吹かれて、今は歩こう。初日の公演を迎えられますが、千住さんいかがでしょうか。そうですね、このコンサート自体がですね、3回目になるんですけども、その凝縮した形がですね、まさかこんなにこうバラエティ豊かになるとは思わなかった。いろんなジャンルの音楽が出てきます。それを皆さん対応できるってみんな本当すごいと思います。でも僕もいっぱいいっぱいですね、本当にここで他流試合のようにですね、コンクールのようにですね、みんながもう力を出し合って、もう本当真剣勝負の2時間半、もう僕もいっぱいいっぱいで頑張りますので、よろしくお願いいたします。皆さんとコラボで一緒に歌わせていただく楽曲もあったりとか、あとは朗読で、ちょっとね、風間仁の役どころでお芝居をしていたりとかしますので、皆さんにね、一生懸命ついていけるように頑張れたらなと思います。よろしくお願いします。僕は役どころとかはなくてですね、歌を歌っております。歌わせていただいております。僕自身、そのオーケストラの皆さんだったりとか、こういう素晴らしいアーティストの方と、オーケストラの演奏で一緒に歌わせていただくっていう機会はなかなか本当にないので、この貴重な経験をしっかり自分の力にできるように、今日皆さんからこうパワーをいただきながら、一緒に頑張って歌えたらいいなというふうに思っております。本当に素晴らしいアーティストの皆さんと、そしてなかなかないこういうクラシカルなところで自分の曲だったり皆さんの曲を歌えることっていうのがとても幸せだなと思うんですけど、原作のエーデン・アヤというちょっとこうちっちゃい頃に神童と呼ばれながらも母を亡くして、でこう自分と向き合っていくっていう朗読劇に挑戦することもなかなかないので、新しい環境の中でとても楽しくやらせていただいております。原作の中では高島明石というピアニストがいまして、その、女房の役をやります。中村あたりです。その高島明石が他のピアニストと違って、音楽のみで生きてるんじゃなくて、家族のために働いてたりして、でピアノの練習もままならないような時もあるっていう、でそういう人の音楽は本当に人を感動させられないのかっていうのを、知りたくってコンテストに挑戦するっていう役なんで、それを支える女房として、高島明石をこう応援できるような朗読ができたらなって思います。でコンクール、昔私歌 の, 大会とかは出たことがあったんですけど、その時はもうみんな敵だって思ってたのででもこのミツバチと遠雷の中に出てくるピアニストたちはみんな、ね、反応するんですよね、それぞれの演奏を聞いて。だからこんな豪華なピアニストたちもシンガーたちもオーケストラもすごい豪華なんで、みんなの、ね、歌聞きながら音聞きながら反応し合ってやっていこうと思います。本当に昨日リハーサル見させていただいて、初演の時にはなかったコンサートバージョン、それぞれの歌手の皆さんが持ち歌をコラボレーションしながら歌ってらして、フルオーケストラの演奏で千住さんが指揮をされて、ピアニストの方の前で歌われている皆さんがとても神々しくて、本当にこのコンサートでしか見れないスペシャルなものを聞かせていただいて、早くお客様にも聞いていただきたいなって思ってます。
私はこの大好きな三ツ橋と遠雷という作品、少しでも躍動的に立体的にお客様にストーリーをお届けできるように心を込めてストーリーテラーさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、僕は、本当にこ の, 素晴らしいアーティストの方々とその自分 の, 楽曲を歌わせていただけるっていう経験が本当に幸せですし、やっぱりいつもは一人で歌っているので、その中でそのいろんなこう皆さんが本当にさまざまな色を、新しい色をこう自分の楽曲につけてくださるっていうのはなんかとても刺激的で、本当になんかこうもらうものばかりだなというか、なんか皆さんから本当にたくさんなんか音楽を通してなんかいろんなこう気持ちだったりとか、なんかそういうものを教えていただいているような、とても贅沢な時間だなというふうに思ってます。この季節ということもあって、君がくれた夏という曲を皆さんとコラボレーションさせていただくんですけれど、東京フィルという本当に素晴らしい皆様のアレンジでまず歌えるっていうのもなかなかない経験ですし、あと私女性アーティストの方と歌わせていただくことは結構機会としてあったんですが、今回三浦さんだったり松下さんという男性と本当に歌わせていただいて、あこういう解釈もあるんだとか、自分の曲の広がりをとても感じたので、お客さんにもそれが伝わるといいなと思います。一人で歌うのもいいんですけど、やっぱりこう誰かと歌ってこう反応を見合うっていうのは楽しいし、稽古でだいぶ仲良くなりましたんで、そういったところもなんか普段と違う面をそれぞれ見れるのかなって、その辺を楽しんでもらえたらと思います。なんか三浦くんがほら合宿みたいな言ってませんでした。いやなんか本当に、この原作その、コンクールがテーマになってますけど、結構そのみんなでその最後こう歌わせていただくシーンが本当にたくさんそのハーモニーがあって、それを先生さんが考えてくださって、で、僕たちの声もそのオーケストラの一つの楽器のように全部のこうハーモニーを考えてくださったんですね。でそれがやっぱりこう綺麗であり、とても複雑であり、やっぱすごく難しいところもあって、でそこをこうなんていうんですかね、一つ一つ本当にこうみんなでこうクリアしていくというか、なんかそれが本当に本当にコンクールに向かっていくような、みんなでなんか何か分かんないですけど優勝するぞみたいな、なんかそういう気持ちにちょっとこう僕はなってですね、なんかすごくそれが楽しかったというか、なんかみんなで本当にこう夏の合宿をしているような、なんかそれはすごく楽しかったです。